はい、皆さんこんにちは。語り海の語りです。フィリスナアトリエ不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。さてと、どれだっけ、これか。14日20時、これだね。さてそれで残り24日で、今日は錬金でしたよね、確かね。クエスト屋根が会いに来るのを待とう。アルガマさんに聞いてみよう。これは違うね。扉の前にいるウバロさんに話を聞いてみよう。あ、なるほど、錬金じゃなくてまだ聞いて回るんだ。うん、ダメだ、これ行かないとダメですね、外へ。あれ、扉どこだ。あれ、あ、これか。さて、おばあちゃんは確かそばにいたような。あ、これね。おばあちゃん、教えてください。まあ、妖精の日傘、妖精の日傘を料理に使う。ほほほほ、おっと、進みましたけど。まあ、そうっすか、わかりました。で、ちょっと待ってよ。リア姉は来るのを待つだからしょうがないから、これだね。扉に行く。扉はどこですか。これで扉ってどこだ。これか、これだね。ロックする。で、扉はこっちじゃない、もしかしたら。ちょっと全然反対側じゃん。めっけ。まあ、ちょっとまた違う、もっとこっちだね。こっちの方っぽいけど、あった、扉チリンチリン言ってますよ。最初なんかいいんだけど、まあいいや。おそらく特殊な爆弾を使ったんだろう。この町で取れる火炎石も火の力を含んじゃいるが、さすがにあそこまではな。坑道の奥にある石を壊すと出てくるよ。おし、クリア。ということで、どうやっていくんですか。高円石、ページ切り替え。妖精の日傘ってこれか。どこにあんだ。3つ。鉱石場の奥。これマップってこれでできんのか。これが奥、これが手前。じゃあこっち先に行きますか。最初、
れキノコってよく取ってたやつじゃないかな。三つもありますか。あれ違くないこれ。こうお姉さん待つ上じゃないかな。違う違う、これをやりたいんじゃないんだ、こっちだ。そうだよね。あれキノコはどこへやるんだろう。キノコどっかにその辺に生えてたよね確か。まあいいや、歩ってれば見つかるかもしんないんで。採取。なんか同じのばっか拾ってる気がするな。もっと右奥、かなり奥ですよ。もう23日だもん、ちょっと急がないといけないよね。あ、そういえばこれやると早くなんですよ、忘れてた。ちょっとだけ早く走れるんですよね。同じやつばっかだな、取れてるのが。違うのを取りたいですね。お、違うの取れた。ここは日が見えるやつでしょ。これ岩を壊すって、あ、違うな。違うのか、そういう意味じゃないのか。もっと奥ですね。あったキノコ、これでしょう。お、クリアしました。ついでにこれも拾っていこう。なんだこれは。あ、それそれ、新しい道具思いついた。思いついた。あ、クリアしたっぽいぞ。お、爆弾。あ、なんかレシピ思いついたっぽい。おお、アトリエに戻って作り方をまとめてみようと。なるほど。じゃあちょっとこの辺の軽く取って戻りますか。そういえば宝箱ってあんまないんですね。ダメだ、なんかヒットポイントみたいのが出るのと出ないのがありますね。そういえばあのオートなんたらっていうのがないな。あのドラクエだとね、オートで動くボタンがあるんですよね。それ1個押しとくと勝手に走っていくんですけど、まっすぐだけど、そういうボタンが欲しい。これスティック倒しっぱなしなんですけど、とりあえずおばあちゃんにあのキノコを渡しましょうね。で道が合ってんのか。
フィリスの家の前。あ、そういえばこれ移動できんだっけ？どうやって移動するんだっけ？忘れてたわ。移動できんだ。おばあちゃんに渡して。そうね。オッケー。これでいいかな。まあ。それならやっぱりエルトナー軟膏、エルトナー軟膏、古くから伝わるお薬で塗れば腰の痛みもずいぶん楽になる。あ、ひらめいた。ひらめいた。よし、じゃあ錬金行こう。錬金錬金。コンテナ入れますか。はい。これコンテナに入ったのかな。もう新しい道具作れるようになったよ。お、なった。こっちから行こうかな。はい。うん。え、ちょっと待って。火炎、火薬、燃料。え、火薬、燃料ってあんの？どこで手に入れんだ。医者いらず1、自然鉱物油、水2、植物類。ちょっと待って、水がないんじゃないか。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。3つ、お水。3つ、お水。これでいいかな。確認しますかは別にいいんだね。じゃあこれで、さてどれを作ろう。あ、錬金レベルが足りません。フラム、これ×になってるからダメじゃないのかな。え、どうしたらいいの。とりあえずこれをもっと作ったらいいのかな。材料はどれにしよう。少ないのでもいいや。これみんな15だね。これでいいかな。触媒っと。よし、始めよう。これはここかな。ここにいるよ。え、ここにいるよ。ここにいるよ。これじゃダメなのかな。これ回せないんでしょ。どうしたらいいんでしょうか。ダメなんだけど。ここにいるよ。こんな感じでどうだろう。まあいいや、これで。回数6回。ん？あ、ムービーになった。よし、できた。どうですか、先生。うんうん、いい出来だよ。フィリスちゃん、どんどん上手になっていくね。ソフィーちゃん、褒め上手ですね。あなたもうかうかしていられませんね。それはあるかも。あれ？あ、誰だろう。もしかしてお姉さんじゃない？お、すみません、お邪魔します。フィリスちゃんいます？おっと、怒ってます。アリネ、あ、違った、リアネ。あ、確かリアーネさん。リアネ、なんか。怒ってる。当たり前でしょ、家に帰ってないんだぞ。ええ、とっても。母さんと顔を合わせにくいのはわかるし、うちに帰ってこないのは許しましょう。おう、
でも私にすら会いに来てくれないのはどうして？心配して夜も眠れなかったんだから。なんか顔が赤くないですか？怒りすぎて赤いのかな。いやね、首元とかほっぺ耳真っ赤じゃないですか。ごめん忘れてた。このえっていうのがえじゃなくてほえっていうのが可愛いですね。忘れてた、ひどいわ。私はずっとフィリスちゃんのことを考えてたのに。え、ずっとちょっと先生とプラフタさんがいるから落ち着いて。無理よ、落ち着いてなんかいられないわ。フィリスちゃんと会えないなんて人生の楽しみの9割を奪われたようなものだもの。すごい兄弟だな。わかったから、これからはこまめに会いに行くようにするから。本当に？うん、本当、約束するよ。そう、ならいいわ。約束破ったらお姉ちゃん泣いちゃうからね。泣いちゃうからね。泣いちゃうんだ、お姉さん。ソフィーさんとプラフタさんでしたよね。フィリスちゃんのことよろしく頼みます。では。あ、ちょっと待って、リア姉に用があるんじゃなかったっけ。手なんか振っちゃってるけど、あれいいの、フィリスちゃん。あれリアーネさん、前に会った時と印象が違うような私のことになると時々ああなっちゃって。あ、でも普段はすごいかっこいいんですよ。真面目でしっかりしててフィリスもリアーネのことが好きなのですね。お、リアーネって呼びつけじゃないか。もちろん、リア姉は自慢のお姉ちゃんですから。あれ？これは？リア姉に聞いてみよう。エルトナフキン。ああ、やっぱリア姉に聞かなきゃダメだよね。で、これはフラムを調合しよう。エルトナ軟膏を調合しよう。それはいい。火薬、燃料。あれ？どっちだ？まあいいか。とりあえず今回ここで終わりにしましょうかね。そろそろいい時間なんで。おそらくこの3つのクエを21日でクリアすればいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあギリギリまでやってね、違ったら困っちゃうんで、まあなるべく急いでやっていきたいかなと思ってますけど、とりあえず今回はこの辺で終わりにしようかな。で、また次回は本当に錬金ね、錬金やっていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。フリチさんも疲れてるようです。もうお眠ですか。